させいただました、えー。皆さん初めまして。私は AIU 生で4年生にあたります山口志保と申します。えっと出身は東京で AIU には一般入試の5科目型で入学しました。えー、今日はまそこから私の4年間のお話をさせていただいて、えー、今日ご来場くださった皆さんのご参考にしていただければと思います。 はいでまず受験に関してなんですけれども私は AIU が第一志望でしたなのでまずは、えー、推薦入試を受けるのを念頭に、えー、AIU の一般入試とあとは他の国立私立大学も併願するつもりで、えー、受験勉強を始めました。 でこちら、えー、高校3年生の1年の流れなんですけれども、えー、春にセンター試験の、えー、対策を独学で始めました。でそして夏には、えー、AIU の推薦入試との、えー、面接とエッセイの対策を個別塾で始めまして、えー、秋の本番まで続けたんですけれども、まあ、結果、不合格でしたで。手応えは結構あったつもりだったので、かなり落ち込みました。 まあ、でもその後、まあ気持ちを持ち直して、えー、センター試験、まあ、今の共通試験ですね受けて、えー、A 日程に向けてまたエッセイを集中的に練習し直したんですけれどもなんとまた不合格になりましてもうこの時はもう,もうそんなに AIU と自分が相性悪いならもう他の大学に行ってやるくらいの気持ちになってしまいました。 ただ、えー、一応 B 日程も、えー、志願してあったので、まあ、ダメ元で受けに行きまして、まあ、もうふぬけみたいな状態でとりあえずペン持って回答用紙埋めてこようくらいの気持ちで、えー、受験したんですけれどもふ、まあ、蓋を開けたら合格ということでちょっと。 その時は嬉しいを通り越してあれなんでかな巨損みたいになったんですけれども、まあ、そういうふうに実際2回落ちた後で合格をもらってで他の大学からも、あのー、合格をいただいたりしたので実際 AIU に入学するべきなのかっていうところを直前で結構迷いました。 いろいろ迷うポイントはあってですね例えば AIU はできて日が浅いし専門性が高いわけでもないし学生数も少ないし、まあ、情報戦の観点からしたら、まあ、ちょっと東京とかよりは降りそうで自分は実際東京出身なのでそこをわざわざ蹴って出て秋田に行くっていうことに対するためらいは若干ありましたそれでもやっぱり私は AIU に決めましたでそれはなぜかというと私は英語を 学ぶんじゃなくて英語で、勉強したかったかかっらでですねでそういうその意味は英語をこう一言語として客観的にこう研究するんじゃなくてそれを日常でそしてこう学問の面でがっつり使っていきたかったからなんですね。で、それからいろんな科目を勉強したかったというのも同時にあります。つまりリベラルアーツですね。えー、私はどの科目も高校生の時から好きでしたしそれをこう 早くも18歳で一つに絞ってしまうなんて無理があるし、まあ、もったいないなと思っていましたなのでえ専攻に縛られないリベラルアーツを採用している AIU がかなり魅力的でしたあとは単純にお自分の知り合いが誰もいない新天地で大学生活をゼロから始めてみたいなという気持ちもあって結局 AIU に進学を決めましたはい、えー、さてそんなわけで始まった私の AIU ライフですけれども実際どうだったのでしょうか こちらは私の4年間をざっくりまとめたものなんですけれども皆さんも、えー、ご覧の通り真ん中の2年間はコロナ禍ということで、えー、実家でおとなしくオンライン授業を受けていたんですけれども、まあ、そういった時期のことも含めてこれから、えー、写真でざっくりご紹介できればと思います、はいえー、まず1年生ですけれども最初の1学期は英語集中プログラム EAP と言ってま15人くらいのクラスメイトと一緒にこう全部同じ授業に出席して英語の基礎体力今後英語で学問していくための準備運動みたいなことをしますで、この半年間がま正直私の大学生活で今振り返ってみても一番濃かったんじゃないかなと思うほどです そ,のそれまでの高校までの日本教育とは全然違うスキルとかあの力を求められる中でちょっと目が白黒してあたふたということもあったんですけれども24時間いつでもそばにいて一緒に、えー、勉強してくれるクラスメートたちがいたおかげですごくかけがえのない濃厚な一学期になったなと思っています。 そして、えー、次の秋学期からは基礎課程といってあの他の大学のように自分で好きなように科目を取って履修を組めるようになります。で私も、まあ、環境科学とかフランス語とか、えー、興味のある科目を取り始めてで、まあ、その一方で上手に息抜きをするようなコツも覚えてたまには、えー、留学生と海辺に行ってみたりワンダーフォー・ゲルブっていう部活でハイキングをして秋田を堪能したりしました。 それで、えー、まあこんな感じで2年生も楽しく迎えられるかなと思ったんですけれどもコロナがやってきてみんなお家にいるようにということになりました。でただオンライン授業でも AIU は一クラスの人数がとても少なくてその上先生方のこう面倒見がとても良いのであの他の大学生が嘆いていたような授業の質が下がったっていうことは私は感じませんでした。でそれから、まあ むしろキャンパスの秋田っていう立地に縛られなくなったので東京の自動車学校に通ったり好きなアルバイトができるようになったりであとはこれは写真部がオンラインで活動している様子なんですけれども、まあ、そういうふうに、えー、とサークルも続けることもできますし、えー、とこの一番下は AIU 以外の海外の大学の授業を、えー、オンラインで自分で えと履修してそれを AIU の単位としてカウントしてもらえるっていう制度ができたりしたので、まあ、そのコロナ禍ならではの独特な経験ができたのも面白かっったなと思っていますで、まあ、もちろんあの1年生の時と比べて寂しいなと思うこともあったんですけれどもそうやって一人でいる時間が増えたのは今考えてみると良かったなと思います。 というのも、キャンパスで友達と過ごしていると、本当にあっという間に時間が毎日過ぎていきます。で、そうすると、こう自分と向き合ったり、将来のことをじっくり考えるっていう時間が結構なくて、そのままどんどん進級していってしまうんですね。けれども、まあ、今回は1人で家でじっくりと自分と向き合って、留学どうしよう、就活どうしようかなっていうことをあの考える時間が持てたので、まあ、その後の,あの実際の 自分の意思決定や選択の上ですごく納得のいくことがあの選択ができたんじゃないかなと思っています。で、えっと、次の3年生も相変わらずオンライン生活だったんですけれども、まあ、ちょっと気持ちを切り替えて落ち込んでないでできることからやっていこうと思ってインターンとか資格検定の勉強を始めました。で、インターンっていうのはあのこの写真の左なんですけれども、 もうちょっと正確に言うと、AIU と秋田県の共同プロジェクトみたいなものがあって、で秋田のこう長年裏出てきた伝統的な駅弁をフランスであの発売するから、そのプロモーションを AIU 生がその国際感覚みたいなのを使ってお手伝いしようっていう内容だったんですね。で、自分はまあ秋田の大学に進学して、 フランス語を勉強している身だったので、まあ、声をかけていただいて自分としてもすごく面白いプロジェクトだなと思ってあの参加させていただきました。でまた一方で個人的にはそのコロナ禍のちょっとまんねりした生活にメリハリをつけたいなと思って統計学とかフランス語とか自分の、えー、興味関心のある、えー、分野で資格試験あの外部の資格試験など について目標を立てて、えー、それを目指してまあ、コツコツ家で勉強したりもしました、えー、なんですけれどもこの3年生の1年間実はずっと留学を我慢していたんですねでもうコロナで延期延期っていうのがずっと重なってもう早く行きたいなということだったんですけれども今年、えー、1月にようやく行けることになりまして、えっと、半年間行ってまいりました本来は1年間 留学するのが義務なんですけれどもちょっと4年間で卒業するということも見据えて今回は私は半年間のプログラムになりました。で留学先はこの左上のネオマビジネススクールっていうところで。 AIU と違って全部の授業がビジネス関連だったり一コマが3時間もあったりとかそういうことをちょっと新鮮だなと思いながらも他のフランス人や外国人とグループワークで一緒に取り組んだりしました実際この左下のスライドは私たちが任天堂のこう戦略マネジメントについて調べるっていう授業があってその時のプレゼンのスライドです でもちろん、合間には旅行などもして、えっと、真ん中の上のモン・サン・ミッシェルに一人で行ってみたり、その下は3年前に AIU に留学に来ていたフランス人の友達と現地で再会したという時の写真なんですけれども、まあ、AIU にいると本当にあの世界各国に友達ができて、現地に行ったら会えるみたいなことがあるのですごく楽しいです。それから、あ,あとは個人的にフランス語の語学学校にも通ったりして、 AIU で AIU の語学の授業で学んだけどちょっとまだあの中途半端だった部分のところにもあの磨きをかけてあの最後は目指していた試験に合格したりしてまあちょっと納得のいく、えー、半年間でしたけれども留学ができたかなと思っています。でそんなふうにまあバタバタの留学生活ではあったんですけれども、まあ、オンラインで少し就職活動もして、えー、結果内定をいただきました。 本当はまあ就職活動は帰国して1年後に後倒しにしてちょっとじっくり取り組もうかなとも思っていたんですけれどもちょっと時間に余裕がある時期にあのちょっと応募してみようかなと思った会社から最終選考までご案内いただいていろいろ悩んだりもしたんですけれどもあの就職を決めさせていただいたような経緯です。 そういうふうに最終面接までオンラインであの完了させていただけたのも多少はコロナ禍の環境の変化のおかげかなと思っています。えというわけで、まあ、今現在私はこの「今ここ」というところで、えっと、来年春の卒業に向けて卒業論文に取り組みながら、まあ、最後のそして久しぶりのキャンパスライフを楽しんでいるところです。 でまあ、ちょっと長々語ってしまったんですけれどもこの4年間の中で私は AIU に来たことを一度も後悔したことはありませんもちろん、まあ、AIU 生みんなみんながそうだとは言い切れないんですけれどもでも AIU にもいろんな側面があってで、まあ、その中でデメリットもあるけれどもそれを入学前にきちんと理解してでもその上で私は AIU の こっちのメリットがこれだけたくさんあるだから入学するんだってあの納得した上で入ってくださるのであればあの後悔することはないんじゃないかなと思っています。でえーはい、も,もしこれで私の話を聞いて AIU に入りたいと思ってくださったけどちょっと勉強のモジベレーションがねなかなか上がらないという方がいたらあのこの言葉を送りたいなと思うんですけれども勉強はローリスクハイリターン。 というものでちょっと横文字であの何かっこつけてるんだって感じかもしれないんですけどあの実際自分はそうだなとよく思っていて例えばスポーツとか音楽とか皆さん部活とかでやってるかもしれないんですけどそういう中で、まあ、練習していて大怪我をしたりとか、まあ、実際本番出てみてけどちょっと運が悪くてなかなか、あのー、成果が報われなかったそういうことも結構ままあると思うんですけれどもでも勉強はどうでしょうかその 勉強しすぎてで骨折したとかあのないと思いますし、正しく勉強していれば正しい答えが導き出せることが多いと思うんですね。なので、その勉強嫌だなっていう気持ちもわかるんですけれども、その勉強はちょっとやりやすいまあ、競技スポーツなんだくらいに思って、あの最後まで楽しく取り組んでいただけたらまあいいんじゃないかなと個人的には思います。 はいえー、それでは長くなりましたが、私から以上とさせていただきます。ありがとうございました。はいえー、山口さん、ありがとうございました。じゃあ、続きまして、丹、え、羽、っと、さんからお願いいたします。 <laughs> えっと、皆さん、こんにちは。えっと、ニワハテフと申します。えっと、2019年の4月入学で、えっと、山口さんとは同期です。で、私は神奈川県出身で、えっと、山口さんとはまたちょっと違った特別選抜試験という、えっと、入試で、えー、この大学に入学をしました。あこっちもズームなんですね。こんにちは。<laughs> はい。で、まあ、ちょっとこれ、グーチェキパードかっていうふざけてますけど、まあ、これ、あの、1年生の頃の、 あのなんだっけ寮生活の時に自分の部屋で撮ったあのものです。ななんか懐か懐しいいと思います、はい、で、えっと、私の受験から合格までの道のりについてちょっと話させていただきますと、私3年生、要は高校生の3年生の8月まで、えっと、アメリカの大学に直接進学することをずっと前提に、えっとま、対策をずっとしてました。 まですが、まあ、いろいろとありまして、まあ、家庭の,そのまあ金銭的な面とか、まあ、そういうこともいろいろありまして、まあ、国内での進学を考えてほしいと言われまして、じゃあ、その留学と全く同じような環境があるのはどこなのかと、あと私は結構リベラルアーツ教育というものにあの元から惹かれていまして、で国際関係学も学べるという、まあ、あのここの,あの国際教育大学に入学を、えーまあ、受験を決めたというわけであります。 で私、リベラルアーツ教育って結構あの高校生の頃から幅広いところに興味がありまして、まあ、あの文系から利点、まあ、したっていう経緯があったりだとか、まあ、いろんなものに負け子手を出したりとかして、本当、好奇心旺盛な人間でした。で、まあ、このような人間にとっては、本当、リベラルアーツ教育っていうのはすごく、なんだろうな、まあ、欠かせないものなのかなと、私は思って、で、10月にここに実際受けに来て、で、11月に、まあ、見事合格を、通知をいただいたと。 いうことになります、はい、で、えー、とそこから、えー、と入って、えー、と入学して勉強するわけですが、えー、と最初に EAP という,あの何でしょう英語集中プログラムが最初にあるんですけれども、えーとまあ、その中で私が一番最初に驚いたのがかなり勉強させられることですね。 でまあまあ、英語はまあそれはまあやっていけばどんどん上手くなるんですけど最初の3ヶ月のうちにその基礎を土台を作ってなきゃいけないのでかなり結構あの大変な勉強をします。であのこれあのおすげえあのこれですねあのこれは何かというとあの最初入って1ヶ月も間もない頃にゴールデンウィークというものがまあ,あ,ったあ,あるじゃないですかでゴールデンウィークの休暇の時に出たその宿題の数ををんか多いなと思って数えてみたら 11個あったとであのゴールデンウィークって9日とか10日とかじゃないですかそのうちに何か11個の課題もやんなきゃいけないのか全然休めないじゃんと思ったのを私は記憶してますまあでもあまあ,あの教授とかも結構優しくてですねこうやってまあ授業中にピースしたりとかなんかそういう教授も多くてですねあの、まあ、あのみんなと切磋琢磨しながら何とか頑張ってあの行ったところですね AIU での生活についてちょっと語らせていただきますけど、まあ、これはまあ主にあの1年生の頃の,あの写真なんです。今から4年前の結構若いですね、私も。で、あのあの一番右の、えー、っとこのここにいる子たちは、まあ、また同期なんですけど、入ったばっかで期待、まあ、に胸を含ま,れ含ませた,らませたあの少年たちで。 ありま,してまあずっとあの将来の展望室で語ったりだとかっていうのをまあ寮の2段ベッドであのなんか語っているっていう状況ですね。でまあえっとこっちはあのこの後ありますがその学祭とかであのなんか何でしょうバナナとチョコでチョコバナナを宣伝したりとか <laughs> そういうことをいろいろとやっていました。でこの一番左側もちょっとよくあ,あまり分からないんですけどまあ卵を持ちながら私の誕生日の時にあの写真を撮った。 っていうまあ、そのような、まあ、結構みんな、まあ、はっちゃけてるっていうかなんだろうみんな自分を持ってみんなと一緒に遊んでもっと頑張ろうよっていうなんかそういう何スピリットがあるような大学だと私は思いますで課外活動といたしましては私は主に2つをやってましてまず1つは、まあ、このあと演技もあるんですけどぜひ見てってほしいんですけどあのこの関東ですねあの秋田の伝統行事である関東祭りっていうのがありまして その関東祭りに向けてあのみんなであの切磋琢磨してあのー、なんだろうその最後の関東祭りに向けてあのいろいろと頑張っていく部活ですねでえっ、ー、とこのこの写真この写真はそのあこの写真ですねでこの写真はあのあの今年にあのちょうどあったんですけどあの関東祭りがあったんですけどもその関東祭りにで私があのそのそ額に乗っけて あの自分でもすごいなと思いながらやっている写真です。で、まあ、もう一つは、まあ、見ての通り、私ずっとバスケットボールをやっていたのであのその、このバスケットボールの全体の写真を撮ったものです。で、まあ、バイトは他には、そうですね、まあ、横浜にいたとき、まあ、要はオンラインで2年間いなかったので、その時きはまあラーメンやったりだとか、家庭教師やったりだとか、でまた今はその学内のアルバイトをしていて、まあ、時給はまあそれなりに。まあ 高いとは言えないですけど、まあ、ちょっとやらせていただいて、そこでお金をまあ頑張って稼いで、学生生活に充てていると感じです。はい、で私、まあ、実は留学先から、こ、まあ、今年の6月に帰ってきたばっかで、3ヶ月前に留学を終えて帰ってきたんですけれども、えっと、渡航で行けたのが今年の1月からなので、まあ、渡,航では渡航留学は半年間で、でその前、あの半年間はオンラインで日本から授業を受けていたという形になります。 で私が行っていたのはこのサンフランシスコステイトユニバーシティっていうあのサンフランシスコにある大学ですね、まあ。もちろん利用費とかもすごく高かったんですけど、まあ、あのそれを賄うほどの経験はできたかなと思っています。で、えっと、この右上の写真は、まあ、そ留学先でもやっぱ結構勉強はさせられてですね、そのまあプレゼン三昧だったりだとか、そうですね。まあ、でも結局、あの AIU でその基礎を築いていたので、そこまで めちゃめちゃ大変かと言われたらそ、そういうようには思わなかったですけど、まあ、勉強しなきゃいけないなというふうにまたあの改めて感じました。で私あの、サンフランシスコに親戚があのいましてですね、その13年間ぶり、本当、10年ぶり、私が10歳くらいの時にあの、最後に会って以来、会っていなかった親戚に再会を果たしたと、この留学を経てですね、で真ん中はこのルーメイトの子たちで、これは最後の退去の時に撮った写真です。 で彼はアメリカ人、ロサンゼルスからの子で、彼はタイ人でしたね。はい。で、えー、っとこの一番右下を見てほしいんですけど、まあ、これちょっとあのいろんな議論があると思いますが、このワールド・ワーツ・ミュージアムっていう、まあ、世界大戦ミュージアムってところにあの行ったとこ時に、まあ、これあの、ルイージアナの方にあったんですけれども、エンド・ゲーム・アゲイスト・ジャパン、まあ、日本に対しての、まあ、終戦ゲームみたいな、そういうことが書いてあったんですけど、まあ、それを見て、 ああそういう考え方もするんだねっていういろ、まあ、んな価値観を学んできたっていうことですね。まあ、深くは話しませんが。で、まあ、私バスケットボールしてきたって言いましたけど、まあ、これは NBA の,の、まあ、本場のバスケットボール NBA を見てきたととても楽しかったです。で、まあ、留学はとてもそうですね、もう私のためになったとかいろんな価値観を受け入れながら、まあ、勉強も頑張り、まあ、個人のプライベートも頑張りと結構充実した生活を送っていました。 で就活についてですけど、就活は私、今年の1月ぐらいから、まあ、オンラインで始めていまして、まあ、留学先とちょうどかぶっていました。であの、この左の写真はですね、トイクのやつで縦横比を間違えて出してしまって、顔があのちょっとスリムになってしまった、まあ、ちょっとかっこよくなった、ね、写真があるんですけど、<laughs> まあそれは置いといて、まあ、そうですね、まあ、就活はまあ結構、あの面接は全部オンラインだったので、まあ、そこまで苦労することはなく。で あのいろんなそのニューヨークに行ったりだとか、ルイジアナに行ったりだとかっていうことも結構かぶったりしてですね、実はこの,この写真はあのルイジアナで、サンフランシスコではなくルイジアナであの、わざわざスーツを持ってって観光しながら、旅行しながらあのやっていたというかなりなめた就活生ではあったと思います。そ、まあ、そうでですねでも、まあその 留学期間中に内定をいただくということはなかったんですけれども、まあ、最終面接をあの帰ってきて対面で受けましょうあの受けてくださいということがまあ何社かあ,のあったので、まあ、それであの6月に帰ってきてで内定をまあいただけたという話ですね。 はいで私がここで一つ皆さんにお伝えしたのは AIU での環境だからこそできる体験っていうのが本当すごくあって、まあ、もちろん他のの、ね、大学でも、あのー、何その環境だからできる体験っていうのはあるとは思いますだけどこの秋田で例えばこの,、ね、この秋田の伝統芸能でいう関東祭りに参加してみたりだとかあのそのあの秋田の田舎の中をバイクで走ってみたりとか あとなかなかこれは他の大学にはないと思うんですけれども、24時間ずっと空いてるあの図書館であの、私、夜型なんですけどあの、結構夜型の人間にも嬉しいような環境が整っていて、あの本当に勉強がやりたい方とか、まあ、勉強しなくても本を読みに行くのも結構すごくあのいいですし、心が休まるような環境なので、はい、私はそういう環境はあの本当に AIU でリベラルライズとかやりたい人にとってはすごくいい環境だと私は思っております。 で、あともう一つ、とても AIU でユニークなものがあって、AIU にはそのバイオリンの授業とか、そういう、まあ、技能の授業とかも結構ありまして、で、まあ、それで私はそのバイオリンを今練習してるっていうその写真ですね。はい。で、まあま、あ留学は言わずもかな。まあ、AIU のおかげで、まあ、その同じ費用を払うだけでサンフランシスコに留学行けるっていう、そのような恩恵も受けております。はい。はい、で、最後になりますが、 私が一つで、まあ、AI を表すとしたらやりたいことを好きなだけやらせてくれる環境だと思ってます。で、そうですね、まあ、それこそバイオリンであったりとか、あのそのまあ、山口さんで言うと、山口さんずっとフランス語をあの第,三言語語かな第三言語として、まあ、ずっとやっていて、でそこであの、まあ、時期も重なったとは思うんですけれども、そのフランスの事業とあのに携われたりだとか、実際フランスにも得をしてらっしゃいましたし。で うんまあ、その自分の好きなことをやりたいだけやるような環境は揃っています。で、まあ、リベラルアーツということで、じゃあ結局リベラルアーツってこの大学で何するのっていう話なんですけれども、うんえーまあ一言で言えばその学ぶ基礎。 を作る大学ですかねもう今まで例えばさっきあのモンテカス学長とちょっと話したりとかした時もあのあの彼もあのおっしゃってたんですけれどもあのこれからいろんな時代の変化がある中であのその自分が学ぼうとする意識とか、えっと、新しいことに挑戦したりとかそういうものに環境に適応する能力をファウンデーションを作るでそれをさらに英語で考えて議論できるようにするっていうあの その土台を作る大学で、それが私はリベラルアーツだと思ってます。で、いろんな価値観に触れながら、例えば留学生のこういう価値観があったりとか、私は日本人でこういう価値観があったりとか、まあ、イランのルーツもありますとか、そのようないろんなものを知って、そういう観点からも心をリベラルにして、ああ、こういう話もあるんだなと、感銘を受けながらも自分のコアを持ちながら、みんなと議論していく、そのような結構、何でしょうね、楽しい環境が待っているので、ぜひ皆さん、あのトライしていただいて。 あの一緒に勉強しましょうと言いたいですけど、まあ、もし私が留年したら、皆さん一緒にあのお会いしましょう。一緒に勉強できたらと思います。じゃあ、まあ、あのまあ、どっかからまた応援してますので、皆さんぜひ勉強とか頑張って、ね、ローリスク入りたいなんて言ってましたけど、まあ、勉強して入りたいんだったら入りたいまで、はいそうまあ、すみませんでした、はい、<laughs> まあ以上ですねありがとうございました。